討論する前にですね、子どもたちが、どう考えているかインタビューしたんですけれども、取材に当たった、真島ジョシュー君にスタジオに入ってもらいました。じゃあちょっとジョシュー君、まず自己紹介してください。はい、新宿区に住む中1の真島ジョシューです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回原宿と渋谷でインタビューしたんですけれども、ちょっとジョシュー君の方から取材の内容とかですね、VTR 紹介してもらいたいんですけど、お願いします。6人で原宿や渋谷に行って街頭インタビューをしました。ご覧ください。原発は続けた方がいいと思いますか、それともやめた方がいいと思いますか。それを挙げてください。せーの。それはなぜですか。ほとんど日本で太陽光などいろいろなものを開発しているのに、外国でそれを使って日本では使ってないので、原発じゃなくそういう環境を使った発電の方がいいと思います。原発は続けた方がいいと思いますか、やめた方がいいと思いますか。やめた方がいいと思います。原発や放射能汚染について何か意見を言いたい人とか話を聞きたい人はいますか。枝野さん。何を聞きたいですか。本当に安全なのかを聞きたいです。やめた方がいいんじゃない。やめる。やめる。やめる。じゃあやめるで。何でそうやって言ったんですか。やめた方がいいと思います。なんでそう思ったんですか。災害とかになった場合結構大変だと思うので、また今回みたいなことがなるのでやめた方がいいと思います。言っていいのかわからないんですけど、被災地のものとかはちょっと心配ですね。何原発続けた方がいい。あ、そう。続ける。それはなぜですか。なんで原発って何。そっから。すいません、ちょっとご協力していただけますか。まず原発は続けた方がいいと思いますか、それともやめた方がいいと思いますか。やめた方がいいと思います。なんでそう思ったんですか。いや、今お話になったんですけど、なんか大変なことになったりするんで、やめといた方がいいかなと自分は思いました。考えているんじゃないかと思います。まあまあ考えてると思うんですけど、多分まだ足りない部分はあると思います。あんま考えてないと思う。それはあんまりそういう、なんだろうな、そういう配慮が行き渡ってないところとかもあると思いますよね。ありがとうございます。考えてないと思います。じゃあ理由は。ニュースとかで見てる限り、そんなにちゃんと子供のこと考えてやると思わないからです。放射線量とかちゃんと発表してくれないから危ないと思います。ちょっと心配です。放射線物質の影響について気をつけるようになったことってありますか。何か産地を、産地見る、産地見たりします。せーの、せーの。なんでそう思いますか。なんか放射能とか怖いし。気をつけるようになったことってあります。ないです。必ず産地を見てます。放射能浴びると将来なんか病気になるって聞くからやめた方がいいと思います。やめちゃったら、その日本の、その国内の、その電力っていうのが、突然減っちゃうわけだから、その日本が持たなくなるかなと思って。危険っていうことは分かってたけど、国になんかそう、なんかちゃんと、なんだろう、貢献してるっていうのは知ってました。すごい量を浴びちゃったら、そりゃ害あると思うんですけど、そんな多少だったらあんまり別に大丈夫だと思います。どうだろう。こういう地震災害の時とかに被害が大きくなるから、なんかもっと考えた方がいいと思う。でも福島のその被災地の人がどう思ってるかとかは聞きたい。はい、
まあ、今たくさんのインタビューをご覧いただきましたけど、これは質問もですね、撮影も、まあ、取材も全部小学生中学生の子どもたちに行ってもらって、ビデオもちょっと動いてますけど結構上手に撮れてるんですけれども、まあ、結構いろんな意見が出てましたけど、ちょっとキラさんね、実際に取材したので、どんな集計結果だったのかちょっと教えてもらってもいいですか。はい、集計結果は原発をやめるという人が47人で約 66%、 原発を続けるという人は22人で約 31%、 回答なしが2人でした。はい、やめる人が47人で 66%、 続ける人が 31% で、私の感想としては、実は子どもをこのアンケートしたら 95% ぐらいはやめるって答えると思っていたんですけど、意外と多いんだなっていうことが分かってびっくりしたんですけど、ちょっとそれぞれどんな理由があるのか、一緒に見てみたいと思います。続けるっていうふうに言っている人たちは基本的に電気が足りないって考えている人がかなり多い、原発は便利っていう人とか、まあ、自然エネルギーはお金がかかるっていうようなね、回答をしている人が多いです。やめるっていう人はもう圧倒的に放射能は危険っていうふうに、まあ、考えているんですけれども、まあ、このね、結果を見てちょっと皆さんの意見を聞きたいんですけれども、やっぱりこう福島から来た、あゆさんなんかはどういうふうに、このさっきのインタビューなんかどういうふうに感じました。やっぱりその、放射能は危険っていう人が14人いたように、やっぱり一番は放射能が危ないから、その原発はやめた方がいいかなって思います。うん、ね、トーマ君、さっき原発知らない子もいたんですけど、例えばああいう感想を見ると何か感じることありますか。なんかもうな、論外だと思いますね、そういうのは。まあ、僕はもうこの電気は足りているっていうあれなんですけど、計画停電ってありましたよね、事故当時のやつで。で、今はそれがないんですよ。どっちにしろ福島の原発動いてなくて、で、まあ、それで、まあ、全然電気は足りているんじゃないかなと、少しなんか不思議に思ってますね。ね、まあ、後からちょっとね、その話にも触れたいなというふうに思ってるんですけれども、もう一つアンケートで、取っていまして、事故前に原発のことを知っていましたかっていう質問も皆さんにしてみました。で、その結果なんですけれども、全体のですね、44人の人は原発よく知らなかった、で、知ってた人は26人ということで、ちょっとこのメンバーにも聞いてみたいと思うんですけれども、今ね、来てるメンバーは結構意識が高いのであれですけど、この中で事故前から原発を知ってた人、手を挙げてください。お、半々ですね。じゃあそうすると心ちゃんも知らなかったんですか。全く興味を持ったこともなくて、まあ、原発事故以前は関心がなかったので、電気もジャブジャブ使ってましたね。ジャブジャブ使ってたと、はい、もうじゃあすごいガラッと意識が変わったと。変わりましたね。はい、なるほど。まあ、本当にね、みんなね、そういう人多いと思うんです。で、実際にね、なかなか原発に行ってる人も、見たことがあるという人も少ないということで、今回私たちみんなで何人かでこう行ってみようということで、実際原子力発電所ってどんな場所なのかということで、浜岡原発って静岡県にあるんですけど、行ってみました。ちょっとジョシュー君、どんな取材行ったか、まだ一緒に行ったんですけど、紹介していただけますか。はい、12月23日に、東京から車で浜岡原発に行きました。ビデオをご覧ください。